京都に入りました。神奈川県に入りました。この先、右からの合流があります。
合流があります。この先、左からの合流があります。この先、左からの合流があります。
横須賀道路横須賀方面の情報です。横須賀インターまで15分ほど、並木インターまで10分ほどかかっています。この先、左からの合流があります。ハイウェイラジオ横浜横須賀道路朝比奈よりお伝えしました。あなたに実装メイン ネクスコ東日本、こちらはネクスコ東日本です。午後6時25分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに横浜横須賀道路を新保土ヶ谷方面へ走行中の方に通行止めの情報です。凍結のため、刈羽インターから神奈川1号横浜線金港ジャンクションまでの区間で通行止めになっています。
情報です。凍結のため並木インターから神奈川5号大黒線大黒ジャンクションまでの区間で通行止めになっています。ハイウェイラジオ横浜横須賀道路朝日奈よりお伝えしました。710円です。この先カーブがあります。この先カーブがあります。